障害としてのいささか形式は、ね、違うけど、その点はね、笹橋さんが非常に幅の広い解釈をしておられまして、あそれはフェニックスにした、あの上の方にこれ、旧作が非常に苦慮された方法ですね、そういうのは教会の中にあるということで、ね、非常にあの幅の広い神父さんの、なんですね、ご理解で、その点は非常に私は、さしたる苦労はありませんでした。ただ、グロッパさんのいろいろアドバイスの大学があって、祝ってですね、しかし、そんな無理やり私やったとしたらね、どんなものが出てたか分かりません。ですから、まあ、グロッパさんがおられてよかったなというのは、そう思いますがね。この構造をある程度外観にこう見せながらこうデザインさあのをまとめられる、まあ大体そのね、大体その考えは何かあのまあその子は、ねもう一般の若い建築家のそう構造色外観という、でしょ、今皆さん学校でみんなそういう方向に渡ってるんじゃないですか。これは私はね構造はの毎学校にいつも苦しみますから構造を無視して勝手なことはありますよねしかしね、構造大会は前でおいておかしいんですよ。あの内藤先生という人がね、構造をね、構造の今から考えるような思考業みたいな、細かい部分もみんな力の中に入れるわけね。そのね、あの構造本位でしょって言ったら、いやそうじゃないよ、旧立やったやつを構造に直すのが俺の仕事だと、これはね、内藤先生のなんですね、あのいつももっと、そのうちに、ね、そうかと思うと、私が勝手なことをあの持っていくと、マリコもうこれでいいって言われたり、もうそれあなたはそれ聞いて何でも言われない。しかし考え方はね、内藤先生としてはそういう人で、まあそれがこの建築構造を、まあ助けたことにもなるんじゃないかと思います。また毎回君にね、その行動に関することの話をしていただきますかね。内藤先生がおられたのは、これは大変話でした。この建物がね、比較的安く、しかも行動的にできたというのは内藤先生のおかげじゃないかと。皆さんご存知でしょうが、内藤多仲先生、早稲田の構造、日本の耐震構造学の、まあ、いわば草分けの先生、大先生でありますし、あのその内藤先生が浦野先生と協力してこの構造をなさったわけで、その内容につきまして、あの 村の事務所で構造担当なさってます前川さんが今日ご同席していただきましたので、説明をお願いいたしたいと思います。まあ、今、村野先生および、木口さんの方からお話がありまして、まあ、あのおよそのことはこの建物がどういうふうにして作られていったかと、まあ、いうことはあのお分かりであろうと思います。この建物に関します、あの通常の、建築的な、構造概要につきましてはお手元のパンフレットに出ておりますので、そのあたりのところは時間の関係上省略、させていきます。まあ、ただし全長が53メーター、まあ、幅が20メーター、聖堂の高さが28メーター、塔の高さが45メーターというのは、現在の大きな、建物をご覧になっております若い建築家の方からは、それほどこの建物がマッシブだというふうに、あるいはお考えにならないかとも思いますけれども、昭和二十数年ぐらいといいますものは、時には実は私は昭和27年の卒業で、大学卒業後すぐ村野先生の事務所に入れていただいたわけでございますが、その時に私が初めて名古屋のある百貨店の現場の構造の監督に出ました時に、実は鉄筋コンクリートの建物を名古屋の鉄筋屋ではできなかったと、そういう、27年でございます。27年の暮れですら名古屋の鉄筋屋で鉄筋コンクリートの建物を作ることができなかった、そういう技術水準の時代でございます。でまた、現在はまあ建築学会から非常に豊富な、
建築のスペックができておりまして、まあ、建築という構造というのはどちらかというと流れ作業化しております。でしかも、いろいろな基準ができまして、もうほとんどコンピューターにかければ、構造ができるというふうに、若い方々の中にはお考えの方がいらっしゃるかもしれませんが、私は今日お話ししたいのは、建築の構造というのを別にその理屈ばかりでできるんじゃないんだと。やはり本当の構造を作ろうと思いますと、建築家の心を知って、そしてどういう形態でこの建物を作っていけば、建築家がイメージに描いておるようないい建物ができるかという思想の問題だと思うんです。まあ、先ほどからお話がございましたように、この建築は、建築耐震の父と呼ばれました今は亡き内藤多仲博士のご設計でございますが、過去のまあ名建築と称賛されるような建物が全てそうでありましたように、優れた建物には卓越した能力を持つデザイナーと有能なエンジニアの出会いがぜひとも必要であろうと思います。この広島の聖堂には、2人の達人、1人は建築家村野東子先生、もう1人は構造家内藤多仲先生、このお二方の緊密な協力体制があったからこそ、この名建築が私は誕生したのではないかと思います。この建築を、専門的な意味で、眺めてみますと、非常に大きな2つの特徴を持っております。これはあくまで、構造的な視点でございます。で、1つは、耐震壁を利用いたしました、全体を1つの箱にまとめ上げた構造計画というのが非常に1つの大きな特徴であり、もう1つは、敷地がこう非常に皆さんもご存じのように太田川のデルタ地帯の上に立っております。そういう非常に軟弱な地盤の上に、当時としてはちょっと考えられない、先ほど菊池さんがご発言がございましたが、不意打ちをしてないと、これだけの大きな建物を現在でも設計いたしますと、まずほとんどの設計者は不意打ちをいたすでございましょう。ところが一切の不意打ちをされておらないと。ですけどそれは、金がないから不意をやめたということではなしに、非常に革新的な理論の裏付けを持ってこの建物が自信を持って設計されておるわけでございます。その2つのことについて、お話を申し上げたいと思います。この内部からご覧になりますと非常によくわかるんでありますが、この建物は、柱はございます。ですけれども、これは要するに骨組みの構造という感じは一切いたしません。これはやはり面の構造であろうなという気がいたします。でこの箱という、考え方に、立ちまして、ものを考えてまいりますと、鉄筋コンクリートの箱には、壁だけがこう強ければ耐震的になるのかと申しますと、決してそうじゃございませんで、天井と床面が、地震力を上手にこう幕張って伝達していくような構造的な、考え方がないといけません。これは先ほどおっしゃいました先生が、いわゆる手作りの構造というのがこういうところに私はあるんじゃないかと思うんですが、もし屋根面床面が非常に脆弱でございますと、急激に耐震性能は低下します。で先ほど、菊池さんもおっしゃいましたように、この建物はホローブロックでできております。これはあくまでも地盤が悪いために、できるだけ建物の目方を減したい。で建物の目方を減すということは同時に地震力を、軽減することになりますが、屋根が一体どうなっているかと申しますと、この広島の聖堂の屋根面は水平剛性と人性粘り強さですね、これをやるために実は梁は鉄筋コンクリートではございません。これは鉄骨状の小屋型のトラスが使われております。そして、
小屋型のトラスだけですとグラグラですから、その上にコンクリートを打ちたいと。ですけれどもコンクリートをあまり現在のように十何センチもの打ちますとやはり重量の問題がある。そのために、ここでは、水平剛性と、軽量化、耐火性、断熱性とこういう4つの機能を同時に合わせるように非常に薄い鉄筋入りの豆砂利の薄いコンクリートが屋根面に打たれております。そしてそれは、鉄骨の梁にシアーコネクタを通じて全体が一つの箱になるように、設計されておるわけでございます。で塔の方はどうかと申しますと、塔の方は高さ45メーターございます。でこの程度の高さのものになりますと現在の、建築法規では鉄骨鉄筋コンクリートでないと大体許可になりません。まあ、もちろん特別の研究や構造的な検討を、行って耐震安全性が十分だと、まあいわゆる建設大臣の特別認定を得るに近いような方法を取れば鉄筋コンクリートで許されるかもありませんが、原則は鉄骨鉄筋でこの程度のものは作らなければならないというのは現在の常識でございます。ところがこの建物は一切制動の45メーターのところには鉄骨が使われておりません。純鉄筋コンクリートの耐震壁の純鉄筋コンクリートでございます。じゃあなぜそうなったのかと。で内藤先生が鉄骨鉄筋ご存知なかったのか、とんでもない。実は鉄骨鉄筋コンクリート像と申しますのは内藤多忠先生の草案にかかるものでございまして、でこれは皆さんよくご存知の、関東大震災の時に、アメリカでから直輸入いたしました建物が軒並みに全部崩壊したわけなんです。その中で日本工業銀行という、これは若き日の村野先生が、設計を担当された建物でありますが、この建物が鉄骨鉄筋コンクリートという非常に珍しい内藤先生の草案にかかる第一号建物であったために全然崩壊しないで非常にそこで耐震性が認められたことなんです。したがって内藤先生が当然鉄骨鉄筋を手法をご存じないということは考えられないわけであります。ところが なぜその内藤先生が鉄筋コンクリートでやられたのかというところはなかなか興味のあるところでございますが、これはおそらく先ほど来出ておりました終戦直後の建設資材が非常に、不足しておって、また経済的な制約もあってベストではないけれどもベターなものでなんとか耐震的なものを作れないかという、お考えの表れではないかと思います。でそれは事実この先ほど申しました天井の屋根裏に入りまして鉄骨をトラスを見てみますと非常に、ポピュラーな、アングル材でございますね。このアングル材が実にまちまちでございます。しかも部材の中には穴が開いているものがある。おそらく当時は、海軍の払い下げだとかそういうふうな要するに新材料でなくて払い下げ材を使わなければこれだけのものができないという、厳しい経済状態があったということがこの屋根裏へ入ると非常によく伺えるわけでございます。それからもう一つですね、この基礎なんでございますが、なぜ杭を打たなかったかと。でこれはまあ簡単に申しますと、砂地盤といいますのはこう土が抑えられてまいりますと土が横へ逃げます。そうするとその横へ逃げないような工夫をすれば実は地体力を上げることができるわけであります。まあ、これはあの専門的な言葉で申しますと、テルサギペックが作りました地盤の支持力公式と、まあ、いうものが近代の、物質工学の基礎になっておりますが、実は、戦後の全く、物質工学知識がなかった時に南先生という内藤先生のお弟子さんが、筒基礎理論というものを、考え出されまして、これは学位論文になり建築学会賞を得たわけでございますが、この理論を使いまして土が横へ逃げない工夫がこの工事でなされております。でそのために実は杭がなしでしかも非常に信頼度の高いというものができまして、後で村野先生に伺ったんでございますが、その構造的な成果があったために結局非常に建設の資金難を乗り越えて、この建物ができたので、内藤先生、南先生のご苦労を了としたいというお話を伺っております。